レナード・ N ・スターン・スクールの経営大学院である。スターン・スクール、またはスターンと呼ばれる場合が多い。スターンは1900年に設立された世界最古のビジネススクールの一つだが、現在では全米トップ10のビジネススクールの一つとして知られており、卒業生はウォール・ストリートの金融機関や大手コンサルティング会社、エンターテインメント業界まで幅広い分野で、 活躍している。特にフィナンシャルタイムズが発表する MBA ランキングのファイナンス部門において2年連続で世界1位にランクするなど金融分野においては世界屈指の評価を受けているがマーケティングやアカウンティング等の分野についても高い評価を得ている。スタンの MBA プログラムではファイナンス、コーポレートファイナンス、マーケティング、ストラテジー等の伝統的分野に加え エンターテインメントメディア関連、ラグジュアリーマーケティング、デジタルマーケティング等、合計21の専攻分野が提供されており、金融分野以外における学生のキャリア形成にも幅広く対応している。また、世界経済の中心地であるニューヨークの中心部に校舎を構えることにより、実業界と強い関係を構築していることも、同行の特色の一つである。 スターンは世界の MBA プログラムの中でも最難観光の一つであると言われており、GMAT 及び GPA の高得点が必要とされているの g マット平均点は七百二十一点、g マットレンジは六百八十から七百五十点。スターンは1九百年にニューヨーク大学の商業、会計、金融学部として設立され、九百十六年よりフルタイム、 パートタイムの学生向けに大学院教育が開始された。なお、1950年から1971年にかけてはピーター・ドラッカーがマネジメントの教授として在籍していた。1982年にはエクゼクティブ・ MBA プログラムが開始された。1988年に卒業生であるレナード・エノスターンから3億ドルが寄付され、 現在のレガードエノスターンスクールに改称された。2010年に現在の学部長であるピーター・ブレア・ヘンリーが第9大学部長として就任した。2011年に同校教授であるトーマス・サージェントがノーベル経済学賞を受賞しているが、3人ものノーベル賞受賞者が現役教授であるビジネススクールは2012年現在においてスターンのみである。 ヘンリー・カウフマン・マネージメントセンタースターンは全米トップ10のビジネススクールの一つとして位置づけられており、また世界の MBA ランキングでも常にトップ15またはトップ20にランクインされるなどアメリカを代表するトップビジネススクールの一つとして知られている。特に明日はスダ・モダランやエドワード・アルトマン、ロバート・エングル等の著名教授や ロイスミス等のウォールストリートの実務家教授、講師を多数要するファイナンス部門は世界最高の評価を得ている。また、ファイナンス分野以外にもアカウンティング部門及びマーケティング部門においてそれぞれ全米8位及び9位にランクするなど高い評価を得ている。US ニュースフィナンシャルタイムズエコノミストスターンのフルタイム MBA プログラムには 世界各地より毎年約400名が入学しているクラスオブ2021ありがとうございます。